はい、えー、皆さんこんこにちは、えー、レクンン講師の雲野です、えー、いよいよ令和3年度司法書士試験が目前に迫ってまいりました、えー、皆さん準備のほどはいかがでしょうかまだ、えー、あと1週間ないしは数日あるという段階でこの動画をです、ね、ご覧になっているかと思います、えー、まだ諦めるのは早いです本試験のその当日そして、えー、終わる最後の瞬間までそこが全て勝負になります ですから、えー、これからですね残されたあ日数の少なさに、まあ、絶望的になるということはわかるんですけれども、絶望的になっている暇はありません、もう目の前のことを1個でも多く詰め込んでいきましょう、1個でも多く、えー、これから2問、3問、えー、点数伸ばすことは不可能ではありません、えー、とにかく貪欲に、あれやりたい、これやりたい、ああっち確認しなきゃえ、あのページ見よう、思ったこと全部やってください。 もちろん睡眠時間をそれによって削って体調不良になってしまうのは本末転倒なんですがあれやりたい、これやりたいあのページを見たいねとにかく全部目を通してほしいと思いますそしてですね、試験当日は究極のデトックスです、今まで溜め込んだもの全部吐き出してくださいえとにかくも抜け殻にもう試験の終了の合図があったときにうわ、出し切ったうわ、全部出たちょっと全部出たという言い方あれですが全部出たっていうふうに思えるように。 そのためには残された期間、詰め込みましょう、詰め込んで詰め込んで、もういいですよ、理由なんて、もう理由なんていい、当日まで覚えてればいい、当日使えればいい、そういうふうにある程度、割り切りも必要です、まだ伸びますよ、まだ2問、3問伸びます、えー、ですから最後の最後まで諦めずに、そして当日、思う存分吐き出して出し切るようにね。ね そのために、我々も皆さんのアドバイスできることは限られていますけれども、最後の最後まで、でもね心の中では、もちろん皆さんにエールを送ってますし、ツイッターはじめ、質問、最後の最後まで皆さんにですねあの利用していただけるアイテムはいくつか残しておきたいと思いますただ、皆さんにとって、この勝負の年、勝負の7月4日、ぜひですね、七月4日終わってから、笑顔で報告に来てほしい。 本当に応援しています、えー。いい報告をですね、お待ちしています。頑張ってくださいね。